はい、こんにちは。今日はね、TikWatch、え、Pro、ー、に、えー、新しい Swift Watch Face というこちらを入れていきたいと思います。えー、問い合わせが来てね、えー、皆さんなんか設定とか、あのー、に迷っている方多いんでね、一から入れるところをお見せしたいと思います。まずこちら Google Play Store で、えー、こちら Swift Watch Face を入れていきたいと思います。まずタップします。 そして、ここで、えー、まあ、インストールしてもらい、ダウンロードしてもらいますね。えー、すると、もう、ダウンロードした。私はダウンロードしたんでね。あと、開くという画面になります。で、開くを押されてもいいんですけど、まあ、あこれ、ホームボタンで戻ると、アイコンができています。Swift の。これをタップしてもらうと、こういうふうに出てきますね。今からあ、まあ、スマホ側にはもう入ったと。 いった具合ですね。こちらの Swift Watch Face の設定のアプリが入ったということになります。そしてこちらを見ます。タップしまして、はい。えー、これ多分表示が出てるとも。はい、えー。こちらですね。えー、Google Play s t 時計の新しいアプリ Swift Watch Face&Clock がを時計にインストールしようと出,出ましたので、はい、えー、これをタップします。いいですね。タップします。ちょっと反射してますが、タップします。で、開くです。すると、はい、こういった画面が出ます。しばらく待つと、はい、こうですね。ちょっと反射してますね。この画面が出ます。これですね。はい。で、これでインストールしていきます。 しばらく待ちます。ノーカットでいきます。で、この状態で待っておきますね。まあ、スマホ側もこの状態で先には進まず、この状態で、えー、待っておきます。そして、next、next で、えー、次へ次へでいきますので、まずこれがダウンロード終わるのを待ちます。はい。えー、今日は3.57メガバイトですね。結構早い、えー。これ1周回るまで待ちます。 はい。ダウンロードされると次はインストール画面になります。まあ、時々ね、えー、アンビエントモードに変わりますが、その度にちょっとタップして、えー、画面を起動します。まあ、こんな感じで今やっておりますね。ちょっと、はい、また。で、これで、はい、3.57メガバイト。はい、インストール中に変わりました。 はい。インストール中に変わりました。で、これでちょっとまたしばらく待ちます。はい。ここまでお分かりかと思いますね。はい。まあ、私がやった通りこれを入れてもらえばもう理解できると思いますね。で、これでウォッチフェイスを設定をクリックです。するとしばらく変わって今のウォッチフェイスが変わります。 おそらくこれが入ってると思いますね。で、タップします。はい。えー、見事にね、えー、こちら、ウォッチフェイス、画面と同じもの、まあ、すぐ消えますけど、まだ設定してないんでね、えー、すぐ、はい、えー、こんな感じで今入っております。同じものですね。わかります下に置きますよ。まあ、今ね、スクリーンタイムが短いんでね、すぐ、うー はい。今、スクリーンタイムを設定してないんで、すぐ消えますが、入ったのがお分かりだと思います。次にやることですね。皆さん、天気予報が出なかったり、温度、温度が表示されなかったりするのは、まあ、NEXT。はい、ここ、NEXT。次行きます。もう一度、NEXT。で、NEXT。すべて NEXT。ここですね。これを許可します。いいですね。えー、いいですね。これを許可しないとダメですよ。 許可。で、もう一個出てきますね。はい。メッセージ、えー、送信、表示を許可しますか許可です。これを許可。はい。す、え、べ、ー、て情報をアクセスアプリに許可しますかと許可です。で、また、スイフトに電話発信と管理を許可しますか許可です。で、スイ i トに連絡先のアクセスを許可しますか許可です。で、スイフトにメディア、写真、これすべて許可しないと、 あまあ、思った機能が、出ません。はい。これがプレミアムになりますね。えー、これも、さすが、今、フリー版であれだして、えー、あれだ、あれでしたね。で、プレミアム版を買うと、また、ゲットプレミアムという風になります。てこのチェックが入るレ、レッ、ツゴー。ここまで行くと、ネクストが終わって、レッツゴーです。はい。で、これで設定画面が今、現れましたね。 で、これでスクリーンタイムとかの設定ができるといったもんです。まあ、英文で書いてあるんでね。はい、えー。ここでプレミアムになるんかな。で、まあ、ディスプレイがオンで、えー、カラーが変えれて、はい。カラーが変えれますね。もちろん。はい。ここで、えー、いろんなカラーが変えます。フリー版でも変えれるみたいですね。 ちょっとスクリーンタイムを探してみたいと思いますね。スクリーンタイムがないのかなちょっとスクリーンタイムが短いですよね。で、コネクト。まあ、これが、コネクトっていうのは、はい。これで自分のアカウントに、ちょっと見せれないところがありますので、自分のアカウント、Google アカウントに、はい。で、え、許可しますね。 これをすることによって Google Fit と歩数とかに連動するようになるといったものです。はい、えー、スクリーンタイム見つけましたね。えー、ここですね、えー。スクリーンオンデュレッション。これです。ここをタップします。で、一番長い、えー、のは30セコンドになってるんで、えー、30セコンドに今しました。で、タップすると今度は長くなったと思いますね。スクリーンタイムが。はい、入りました。こんな感じで。はい。 えー、先ほど8秒くらいで切れてたのが、はい、30秒で長くなりましたよね。はい、えー、これで、えー、ここですね、えー。ここ、スクリーン、オン、ドレッションに、えー、30秒をタップしてもらえばいいということですね。ここタップすれば出てきますので、はい、ここですね。もう30秒にセットしたんで、 はい、えー。こんな感じで30秒に、えー、セットしてもらいます。はい。あと、諸々の機能長くなりますけど、この辺をすればすべて、えー、プレミアムモードになるとすべての機能が使えるようになるといったもので、まあ、やり方皆さん分かったと思うんですけど、そういう風にしてすると、ここの、はい、えー、温度とかもね、 えー、ちゃんと気温とかも出るようになりますので、温度の表示もされますし、ステップとかも、プレミアムモードにしたときは、ステップも出ますし、はい。えー、これはあくまでも今日はね、フリー版しか入れてませんけど、そういう風に、えー、ぜひ、やってみてください。すると、もう、すべての機能が使えるようになります。一番大事なのは、あ許可するということですね。あと、こちらの方の設定画面から、Google Fit の、 はい。え、アカウントでオンにされるということが基本的なことです。え、これをしないとね、え、表示したり、ここからの、ウォッチフェイスからのタップ機能は働きませんのでね、え、その辺は十分注意して、今のを守ってやればできるようになりますので、まあ、いろいろね、経験なんで、いろいろ、まあ、やってみるといいと思います。はい。え、ウォッチ、 えー、スクリーンね、タイム長くなりましたよね。30秒で。非常に、はい。えー、これ結構気に入りましたね。フリーでは、はい、えー。参考のために入れたんですけど、結構いいものですね。まとまってますよね。火曜日1月2019年、すべての情報。それとね、えー、こちらのいい点最後にお見せして、えー、ちょっと長くなりますが、見せましょうか。ここでね、えー、フリー版でも色が変えれるんですよ。いいですかまあ、黄色系にしますよ。 はい、えー、変わりましたね。それと同時に、ここ、スマホ側も、はい、色が変わりました。で、タップすると、また赤系に変えると、はい、赤系に変わりました。で、もう一度、グリーン系に変えると、グリーンですね。はい、これ、フリー版でできるんでね、紫系にしますと、こんなパープルですね。はい。で、まあ、グリーン系にすると、 フリーはい。で、まあ、オレンジ系にするとオレンジ。まあ、オレンジとかなかなかいい色なんで、はい。えー、こんな感じにパレットで変えることがフリー版でもできますので、まあ、ちょっと、はい、えー。反射しましたけど、こんな感じになるんでね。えー、ぜひ、おすすめかと思います。えー、こちら70、これバッテリー残量ですね。と、はい。モバイルとこちらがウォッチかな。 のバッテリー残量も表示されて見やすいです。これフリー版で十分ですよね。色が変えれて楽しめますんで。はい。えー、で、最高がスクリーンタイム30セコンド、30秒にできますので。ぜひ、まあ、無料版でもいいですよね。えー、楽しめる見やすいウォッチフェイスだと思います。ぜひ入れてみてください。また入れ方がわからない方は参考にしてみてください。ではまたです。さようなら。